どうも、島田周平です。始まりました、島田周平のお階段巡り。今回も皆さん見ていただきましてありがとうございます。このチャンネルですね、これからも皆さんに少しでも楽しんでいただけるように頑張ってまいりますので、今後とも一つよろしくお願いいたします。さあ、えー、今回はですね、ある一つのお話。魔法の言葉、呪いの言葉、 というお話とですね。あとは、えー、お知らせ、えー、ご紹介させていただきたいと思います。えー、今回は一つのお話とお知らせなんですけどもね、お付き合いいただきたいと思います。えー、まずですね、その、魔法の言葉、呪いの言葉という話なんですが、これね、最初にあの、お断りさせていただきます。まあ、これタイトルはね、少し怖そうな気もするんですが、あのー、このお話、全くね、そういう怪談話とか、怖いという話ではないんです。 あの、今回ね、怖い話を楽しみにしていただいた方、非常に申し訳ありません。ごめんなさい。ただですね、この話はもう以前僕が聞いて、非常に感銘を受けた話で、いつかね、このチャンネル内で皆さんに聞いていただきたいというふうに思っていたお話なので、よかったらお付き合いいただきたいと思うんですね。で、まあ、その話の前にですね、まあ今回まず皆さんへお知らせなんですが、えー、まあね、このチャンネルも、本当におかげさまでですね、100話を無事超えて、 え、どんどんこうね、えー、来ているわけなんですけども、えー、シャープ100、シャープ101の回でですね、あのー、まあ、皆さんいつもコメントの方にね、いろいろこうコメントをこう書いていただいていく中で、ちらほらと不思議体験とか、ね、非常に興味深い話、寄せていただいておりまして、これが僕すごく面白くって、 これがね、もうコメント欄に埋もれてしまっているのがもったいないということで、えー、バーンとね、えー、紹介をさせていただくという、まあ、そういう回をね、作らせていただいたんですね。まあ、これがシャープ100、シャープ101だったんですが、その後もですね、コメント欄の方にちらほらと、え、だったら私もこんな話ありましたとか、僕もこういう話ありましたよ。結構ね、お話を寄せていただいておりまして、 これもね、また非常に僕ね、あの、興味深く読ませていただいてるんですね。で、こういうことでしたら、本当にね、あの、今後このチャンネル内で定期的にお話が溜まった時に、えまたそういうふうにね、皆さんのコメント欄に寄せていただいたお話、紹介させていただく回、やっていきたいなというふうに思ったんです。はい。 でね、あのー、このチャンネルと言いますと、ま、いろんなね、ゲストの方来ていただいてますが、その時にはですね、まあ、お礼ということで、まあ、自分の方から、まあ、ギャラの方をね、支払わせていただいているんです。ただね、皆さんが、こう、コメント欄にね、こう、書いてくださったお話というのだって、僕が紹介をさせていただいたってことだったら同じじゃないですか。なのにね、ゲストの方にはお礼ができてるけど、皆さんにお礼ができないって結構こう、心苦しくずっと思っていたんですね。 で、そこで、えー、何か、こう、自分の気持ちを表せるものないのかなと考えていたところですね。あのー、まあ、ちょっと、あんまりこう、いいアイデアもなかったんですけども、今ね、考えついたのが、あのー、この番組のですね、えー、まあ、オリジナルグッズというものをお作りして、それをね、まあ、お礼の形で、えー、お送りしたいなというふうに思ったんです。で、じゃあね、そのグッズ、何がいいかなと思ったんですが、あのー、まあ、ステッカー、 すいません、ベタで。はい。ステッカーなんですけどもね、一応このチャンネルっぽくしたいということで、あの、お札柄。はい。お札柄のステッカーを作らせていただきまして、これをお送りしたいなと思ってるんですね。このお札というのも、まあ、一つはですね、薬用系開運。はい、持ってるとね、運気が上がるなんていうね、ありがたいというお札と、あとはもう一つ、悪霊退散。 悪いものがあったらね、それをこう、払いなくてくれる。まさにそういったお札の代わりもしてくれる。まあ、そんなステッカーを作りたいなってことで今、えー、鋭意、制作中でございます。で、これね、出来上がり次第、えー、自分のですね、知っている、えー、神社さんの方にお持ちして、もうね、ちゃんと神主さんの方で、えー、ご祈祷の方もしていただいて、ここにパワーもね、込めたいと思っておりますので、え、今後ですね、 えー、紹介させていただいた方には、そういった形で、えー、お礼の方をさせていただきたいと思います。ぜひ、よろしくお願いいたします。で、その方法なんですけどもね、あの、概要欄の方に、あの、このチャンネルのメールアドレスを作りました。これ、あの、載せておきますので、そちらの方にですね、え、メールを送っていただきたいと思うんです。あの、紹介させていただいた方。で、そこの方に、えー、お名前とご住所を、はい、えー、載せていただいてですね、すいません、一応あの、ご本人様確認ということで、 え、ご自身の YouTube アカウントのスクリーンショットの方も、え、添付していただけますと非常にありがたいというふうに思ってます。ね、すみません。いろいろこうご手数に、お手数をね、おかけしてしまうんですけども、あの、詳しいやり方、え、概要欄の方にですね、え、しっかりとこう載せておきますので、え、そちらの方をご覧いただきたいと思います。で、シャープ100、シャープ101。もうこれね、放送になりましたけどもですね、え、こちらの方でもですね、紹介させていただきました、え、シャープ100の回では、 アヒル祭りさん、犬神ロキさん、ピンヤラさん、ノエルフロンテーラさん、月夜十六夜さん、わたふみさん、古田梅さん、丹マオさん、おでん好きの母ちゃん太り、ふたり、りってすみません、ません、のりとさん、はい。そしてシャープ101、前田ひろてつさん、ごとく猫の森さん、あいうえおさん、バックトゥザフューチャーさん、たくみ赤沢さん、コーヒークマさん、 森橋よしこさん、えー、クラッチピーターさん、ルミのそさん、えー、アルファベットで OM OM、omomtmom さん、えー、長山あきこさん、キアヌリーブスさん、そして白鳥玲子さん。 この皆さんにはですね、もうあの、送らせていただきたいと思いますので、お手数ですが、これもし見ていただけましたら、メールアドレスの方に、概要欄を見てですね、お名前と住所、はい、そちらの方を送っていただきたいと思います。ステッカー、お札ステッカーですね、出来上がり次第、はい、すぐに送らせていただきたいと思いますので、今後こういった形を取らせていただきたいと思います。皆さん一つ、よろしくお願いいたします。では、ここからですね、えー、魔法の言葉。 呪いの言葉というお話、紹介させていただきたいと思います。この話、先ほども言いましたが、階段話ではございません。申し訳ありません。ただですね、僕自身本当にこのお話を聞けてよかったなというお話でございまして、もしですね、今、子育てに悩んでいらっしゃる方とか、あとは部下とかね、後輩にうまくアドバイスができないとか、人間関係でうまく自分の気持ちが伝わらないんだ、そういうね、もどかしい気持ちを感じている方、 もしよかったらですね、えー、この話、どこかの参考にしていただけたら幸いだなということでお話をさせていただきたいと思います。一体何が魔法の言葉で、何が呪いの言葉になってしまうんでしょうか。あのー、まあね、皆さん、高校受験とか、大学受験ってありますよね。で、こういった受験というと、もうまさに人生の大一番じゃないですか。そのためにね、受験勉強、もう何年もかけて、 でね、その成果をね、その日に向けて頑張ってね、やるわけですよね、受験。受験当日です。でね、必死にこう、答案用紙にね、自分の成果をこう出していくわけなんです。そういったね、とても大事な日なんですけども、これね、なぜか、その時に名前を書き忘れてしまう。答案用紙に名前を書くことを忘れてしまう方というのが、これどうしたってね、まあ毎回そういった試験のたびに、 ある一定数生徒さんいるらしいんですよ。これってすごく悲しいことじゃないですか。そこまでね、もう自分の青春も全部こう犠牲にして、そこにかけてかけて頑張ったっていう日のはずなのに名前書き忘れちゃう。もうこれ0点失格ですからね。こんな悲しいことないんですけども、でもね、毎回ある一定数名前を書き忘れるという生徒さんいるらしいんですよ。で、ここにね、目をつけたある方がいらっしゃいまして、 これが、まあ、海外のある大学の教授の方なんですけども、そんなね、大事な答案用紙に名前を書き忘れてしまう。まあ、この方ね、心理学者の方でもあるんですが、こういった人には何か共通点があるんではないか。まあ、そういうことに目をつけたわけですよね。面白いですよね、そこに目をつける。確かにね、不思議ですもんね。毎回、今日 手の人数、そういう人が出てくる。何か共通点があるのかって。で、まあ、いろいろこう調べるわけですね。まあ、データを取るわけなんです。で、このね、データの取り方というのが、まあ、自分の知り合いの先生とか、試験官の先生にですね、まあ、伝えていきまして、まずね、そういう大事な試験があった時に、まずこう、東安用紙を回収したら、まず、何よりも先に、そこに名前が書いてあるかどうかをチェックしてくれと。で、もしも、そこにね、 無記名、名前が書いていない答案用紙があったら、すぐにその生徒さんを追っかけて、追っかけて、あなた、君、今ね、答案用紙、名前書いてませんでしたよ。伝えてですね。で、そこで話を聞いてほしいっていう。でもこの時にですね、名前書いてなかったよ。で、このままだったらもう0点になってしまうけども、今からするアンケートに答えてくれれば、名前が書いてあったことにしてあげます。 ちゃんとね、採点をしてあげますよ、ということで、アンケートを取ったらしいんですね。で、まあね、そういう風に生徒さん言われたら、えー、ああ、だったらもう答えますよ、まあ、答えるじゃないですか。ね。ということで、地道なね、そういう作業の結果、かなり膨大な生徒さんに、アンケートを取ることに成功したらしいんですね。で、こっからなんです。その生徒さんたち、名前を書かなかった生徒さんたち、やっぱりね、 ある一つの共通点が見つかってきたらしいんです。もちろん全員とは言いませんよ。ただ、かなりその中の多くを占める方たちに共通するあることがあったんですって。これね、何かって言いますと、バーっと追いかけていって、あなた、君、今名前書いてなかったよ、と言った時の、言われた生徒さんの反応、リアクションなんですって。これが、 なぜか名前を書き忘れた皆さん、同じようなリアクションをされる。そういうことが多かったらしいんですね。これが何なのか。じゃ皆さんね、ちょっとイメージしていただきたいんですよ。ね、大事な試験終わったーっていう時に、後ろからね、急に声かけられました。試験官の方です。あなた、今名前書いてなかったよって言われたら、どういう反応しますね僕だったらね、えーとか。 嘘マジすかスーってすごくびっくりすると思うんですよ。大体そうじゃないですか。ただね、まあ、その試験官の方たちが声をかけたとき、名前を書かなかったセ徒ターさんたちですね、違うリアクションをする方が多かったらしいんです。これどういうリアクションだったかというと、名前書いてなかったよ、言われたときにですね、ええー、とかじゃなくって、ああ、 やっぱり、ああ、そうですか、やっぱり、そんなことしちゃいましたか、僕、私、なんていうことで、自分が名前を書かなかったこと、それがあたかも分かっていたかのような、そういったリアクションするらしいんですよね。えっと思いますね。不思議ですよね。なんでね、え、なんでそんな風なリアクションするのなんでそんなこと言うのって聞きますよね。た時に、 答えた言葉というのが、いやー、僕ですね、私ですね。あの、昔からね、親、まあ、特に母親の方、お母さんからね、言われてたんですよ。あんたはね、とってもいい子、すごくいい子なんだけども、ちょっと抜けてる部分があって、ここ一番で、ね、ちょっとこう、ぽか、まあ、失敗をしちゃうところがあるから、もうそこだけは気をつけなさいよ。それさえなければ、ね、本当いい子なんだから、 常にこう注意深くいて、ここ一番って時にもね、ミスをしないように気をつけなさいよっていうことをね、口酸っぱく言われていたと。だから、ああ、やっぱりそうですか。いや、これ、母親からいつも言われてたんですよ。やっぱり俺やっちゃいましたか。みたいなリアクションをする方が多かったそうなんですね。でね、こっからなんです。ちょっとまあ、覚えておいていただきたいなって話なんですが、このね、まあ、 まあ、親、特にお母様っていうのはね、やっぱりこう、自分の子供のことがね、もう大事で、心配だからこそ、まあそういうことを言うわけなんですよね。すごくいい子。だけども、やっぱりこう、ちょっとこう、抜けてる部分があるから、それがすごく心配になる。ただ、それを口酸っぱく注意する。この気持ちって愛情なんで、僕は全く否定しませんし、気持ちはわかるんですよ。ただね、やはり、親。まあもっと言うと、お母さんの言葉って、 子供はね、すごくこう影響を受けるし、大好きな人の言葉なんで、心に残るわけですよね。そんな人からいつも、あなたはここ一番で失敗しちゃうよと言われてると、気をつけようっていうことよりも、あ、自分はそういうことをしてしまう可能性がある人間なんだ。そちらばかりがすり込まれてしまって、結果大事な時にそういうことをしてしまうということが、心理学的にね、あるらしいんですよ。例えばね、あの、別の話で言いますと、 ゴルフ、やる方ね、わかると思うんですけども、普通にね、ああ、いいコースだな、じゃあ打とうかな、と思った時に、キャディさんなんかね、そういう方がですね、このコース、も、ま、う、あ、普通にね、打っていただいていいんです。ただね、左側に池があります。あの池さえ入れなければ、このコースも簡単なんで、とにかくね、池だけ注意してくださいね。よかたと思って言われたらですね、それまでは普通にこう、打とうと思ってたのに、途端に池意識しちゃうんですよ。 って、入れないぞ入れないぞ池だけは入れないぞと思ったら池入れちゃうんですよね。こういう経験で、ね、あると思うんです。ゴルフやる方。であと、例えばね、えー、大事なプレゼントか、あと僕なんか昔笑い芸人やってました。ね、コンビの時にですね、M1 とか出てましたけども、その時に一番言われたくない言葉ってありまして、例えばね、それが何かっていうと、緊張さえしなければいいよ緊張だけはしないで、普段通りいつも通りやってねよかれと思ってね、 まあ言われるんですけども、その言葉を言われた瞬間に緊張しちゃうんですよね。いつも通り、いつも通り、いつも通りやるぞ緊張はしないぞ緊張だけはしないぞと思うと緊張しちゃうんですよね。そういう言葉の方が頭に残ってしまうんです、人間って。そういうことがあるので、まあね、本当に相手のことが心配だし、ね、アドバイスのつもりで言ってしまうんですけども、 まあそういった言葉が残ってしまい、結果そういうことを人間はしてしまうということがある。こういうことがね、まあ、データを取って分かったというお話なんですね。まあこれって、ちょっとこう、切ない話ですよね。僕だって子供ができて、ね、子供に対して、ね、できればこう、ね、良くない方、ね、失敗しないでほしいから注意したくなるって気持ちはあるんだけど、それがダメって言われたら、じゃあどうしたらいいのって思うじゃないですか。 もちろんね、そういった注意。もちろん危ないとかね。そういうことで言わなきゃいけない。まあこれはもう多分理想論なんで。まあね、絶対言わないっていうのができるわけないので。これはもちろん言ってもいいと思うんですけども、まあ、ちょっとそれを心に留めておいていただいた、いただきたいなってことなんです。で、じゃあ、どんな言葉言ったらいいのかってことじゃないですか。まあ、これが魔法の言葉ですよね。まあさっきのがその人を縛りつけてしまう呪いの言葉だとしたら、魔法の言葉。 その人に最大限力を発揮してもらえるという言葉というのは何なんでしょうかねってことを聞いたら、それはもうね、とても簡単な言葉でした。何かっていうと、大丈夫。大丈夫だよ。あんたはね、私の子だから。いや、あんたはもうね、絶対もうやればできる子。もう絶対もう信頼してるし信用してる。もうね。だから大丈夫。大丈夫。言ってきて。この言葉の方が、 細かく注意をすることよりも何倍も力が発揮されるっていうことらしいんですね。なんかわかりますよね。はい。だからね。まあ、例えば、お子さんに向けてとか。あとは自分の部下や後輩に向けてとか。まあね、何かこう大事な時にこそね、失敗してほしくないから、いろいろこうね、口うるさく言ってしまいがちなんですけども、そこグッとこらえて、どうかなって言われたら、大丈夫いってらっしゃい 大丈夫だからっていうね。なんか、いろいろ言うよりはもしかすると、この言葉の方が、え、相手のためになるのではないのかなということで、え、ちょっとね、え、まあ本当に、え、参考にしていただければなということで紹介させていただきました。でね、あのー、僕思うんですよ。お笑い芸人のね、小島よしおさん。まあ僕もね、ずっと付き合い長くね、させていただいてる方なんですけど、めちゃくちゃ努力家で、真面目で、ね、 本当にこう素晴らしい人格者なんですけども、あの方の代表的なギャグでね、そんなの関係ねえってやつと、大丈夫大丈夫ってあるじゃないですか。僕ね、本人に聞いてないんですけど、そんなの関係ねえってことだってね、考えたってしょうがねえよ。まあ、運がいい人って口癖がねえ、まあいいか。うまくね、その、考えすぎずに自分の中で折り合いをつけるのが上手な人が多いんですけども、その、そんなの関係ねえっていう言葉でしょ あと、今言った、大丈夫、大丈夫って言葉。これをね、ギャグに乗せて、日本中に発信してるっていう。あれ、僕多分なんですけど、小島さんそういうことも分かってて、自分のね、お笑いで、悩んでる人とか、日本を明るくしたいっていう気持ちが絶対あって、だからあのフレーズに、あのフレーズを選んで、俺ギャグやられてるんじゃないかなって。僕実はずっと思ってたんですよね。 で、それがまた違う人だったら偶然かなと思うんですけど、もうあんな素晴らしいね、小島よしおさんっていう方なんで、僕はそういうふうにもう思っております。すごい今、この話をした瞬間に目の前に車が、はい、入ってきまして、その、えー、ライトで僕がどん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 明るく照らされております。<laughs> な、な、なんかご、何すかなんか急に光が差してきたみたいな。すごい偶然ですね。はい。<laughs> まあ、すいません。えー、話出してしまいましたけども。 まあね、えー、今回はお知らせ、そして魔法の言葉、呪いの言葉、まあ決してね、それを注意することが呪いの言葉と言ってしまうのも少しね、えー、語弊があるのかなという感じもするんですけども、まあ一つね、今日の話、う心に刺さる方がいらっしゃったら、参考にしていただきたいなというふうに思います。えー、というわけでですね、えー、最後に、今ね、このチャンネルを見ていただいている方でですね、なんか色い々ろいろ考えちゃってる方とか、大事なものを控えてる方、いらっしゃいましたらですね、 私、島田周平の方から、最後に一言、言わせていただきたいと思います。大丈夫です。きっと、あなたならできます。絶対に、大丈夫です。<laughs> はい。えー、もう、大丈夫ですから。ね、大丈夫。はい。 すみません。えー、というわけで今回はこの辺で、えー、動画終わらしに、終わら、ちょっとすいません。本当に終わらせていただきたい。僕が全然大丈夫じゃないですね。はい。ありがとうございました。島田修平でした。